人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。今回は日経ベリタス11月27日号の記事でインフレは終わるのか、労働者不足、東西分断で収束遠のくという記事から紹介します。11月10日に発表された10月のアメリカ消費者物価指数 CPI は前年同月比7.7%上昇しました。15日に発表されたアメリカの卸売物価指数 PPI も前年同月比8%上がりましたけれども、ともに伸び率は前の月から比べると鈍化しています。市場予測をはるかに下回ったんですね。市場ではこのインフレがピークアブとして FRB の利上げペースも減速するのではないかという期待が強まりました。しかしながら、ボストン連銀のコリンズ総裁は11月18日、CNBC のインタビューで、インフレ率全体が低下している明確な証拠はないと言っています。ここに来てアメリカのインフレ率が鈍化した要因はものです。 半導体などの供給制約はひとまず緩和に向かっています。原油や穀物の価格もロシアがウクライナに侵攻した直後のピークと比べると大幅に低下しています。国際商品全体の値動きを示すリフィニティブコアコモディティ CRB 指数で見ると6月の高値に比べて 2割近く下がっているんですね。まあ、ただ、この物価の上昇率鈍化は、インフレの収束を必ずしも意味していないとされています。ミシガン大学が調査した結果によると、消費者が予想する1年後のインフレ率というのが4.9%。FRB が長期的なゴールとして、政策目標に掲げる2%、 には程遠い高いい高水準となっています11月23日に公表したアメリカの連邦公開市場委員会 FOMC によると参加者の多くが高インフレについて収束する兆しはほとんどないとの認識を示しましたインフレを長期化 させかれない要因の一つが、労働者の不足です。アメリカでは少子高齢化が進み、トランプ前政権の規制強化や、コロナ禍の影響で移民労働者の流入が減少しています。2021年7月までの1年間の人口の増加率は0.1%と過去 最低を記録しましまたそんな中今いろいろな、まあ、飲食店とか、まあ、サービス業で定員の確保に苦労していますまあどんな人でも誠実な人だったら雇うというスタンスですけどもなかなか応募者は来ないんですねこういった労働不足は企業の賃金コストを膨らませています アメリカではサービス業のこの深刻な人手不足が価格にも及んでいます。10月の CPI では外食全体が前年同月比8.6%上昇しました。高い伸び率ですね。価格上昇が鈍化し,鈍化してきたこのものについてもこのまま下落に転じるかどうかは不透明です。 ウクライナ紛争や米中の対立、この激化による世界経済は、えーまあ、東西分裂で天然ガスや半導体などの世界的な流通が停滞しています。特にロシアと地理的に近いヨーロッパはガスの価格が高騰するという形で、対ロ制裁の まあある意味、帰り値を浴びているんですね。10月のユーロ圏の消費者物価指数は伸び率が6ヶ月連続で最高を更新しました。ロシアに依存しない再生可能エネルギーの普及を加速した結果、逆にリチウムなど関連資源の価格が高くなるというグリーン,インフレーションという皮肉な え、減少も起きています。長らくディフレに歩んできた、歩いてきたこの日本。ここも急速な円安で輸入品の価格は上昇して、10月の CPI 上昇率は3.6%と40年ぶりの高水準に達しました。東京大学の渡辺勤務教授は、ディフレが続くという考えは変わった。 と指摘します。労働者不足が、いや、あるいは、まあ、東西分断といった構造問題を抱えたこの世界経済。インフレとの戦いは終わりが見え始めたのか、それとも長期戦に突入するのか、と記事は締めていますが、まあ、来年は大いに荒れると見ています。以上、テキサスのルークでした。 チャンネル登録、よろしくお願いします。